はい、えー、皆さんこんにちは、えー、本日はジャムズネットのお話としまして、えー、世間に新型コロナ、えー、感染症をどう伝えるかというお話をしたいと思います、えー、私がいくつかのメディアに出演しましてその台本を基本に分析していきたいなと思います さて私は自己紹介でございますけれども、まあ、この画面にあるような元外務省委務官でありますそしてもともと赴任しましたのがスーダンフランスセネガル中国で最後の中国で SARS の大流行に遭遇したということでその機会をから始まりましていわゆる感染症のリスクコミュニケーションということに取り組んでおります はい、はい、それでは今日のお話は日本柱として市としてこの一般世間は新型コロナの一体何に関心を持つのかっていうお話そして後半は私が実際にリスクコミュニケーションの中で行いましたいくつかの工夫についての紹介をいたしたいと思います。 さてまず前提といたしまして、今回の新型コロナ禍で、まずどんなことを抑えておくべきなのかということですね。それはまず一般世間に問いまして、この新型コロナウイルスというのは全く未知のウイルスですと。で、こんなことが起こるのは、まあ、スペイン風邪の時はあったんですけども、その経験者もいない。そして、ここで出てくる多くの単語は、多くの方々にとっては初対面です。 数理モデル、基本再生産数、エアロゾルというのは、全く初めて聞く言葉であるということですね。それが飛び交うのが今回です。そして、提示できる過去の経験というのは、非常に限定的です。 それから、すべての対策は発展途上の暗中模索であるということですね。しばしば新しいものが出てくると、そこが夢の対策になってしまうわけなんですけれども、実際はすべては暗中模索なんだと分かっていることが本当に少ないんだということですね。そういうところをまずコミュニケーションする側の方もきちんと自覚してお話をしていく必要があると思います。 さて、えー、それでは世間は何に関心を持つのかということでありますけれどもまずその前提といたしまして今地上波のテレビ番組というのは非常に熾烈な視聴率競争にあります、えー、つまり一人でも多くの人が自分の、えー、番組に対して、えー、チャンネルを合わせてくれる。 ね、それをどうすればいいのかということで一般世間の人々が一体どういうことに関心を持っているのかどういうお話を聞きたいのかについてもう必死になってリサーチをしておりますしたがってその結果番組で取り上げられた項目というのはこれは一般世間が関心を持っているテーマであるという過程でお話をしたいと思います さて、私は一番最初にテレビに出演を要請されましたのが、1月10日のミヤネ屋読売テレビでございますが、それから、実はまだ現在進行形で、明日も明後日も決まっているんですけれども、一応6月の15日で切りまして、その間の出演回数は全部178回分でありました。で、そのだけの,あのこの台本があるわけなんですけれども、それを中に 何が取り上げられるかという、えー、そのテーマを分析しました。なお特に関西系のテレビでは、えー、しばしばあることですけどもこの台本にあったことを何、えー、かすっ飛んでしまって、えー、話の流れのままに台本に書いてないことがどんどん語られるというのは、えー、どの局でもあるんですね。えーまあ、しかしながら最初のリサーチの段階で、えー、この決められたテーマっていうのはやはり、えー この世間の皆さんが聞きたいことがあると関心持っていことがあるという前提でお話をしていきます。さてで大きなトレンドが変わるごとにまあ、第一期第二期という感じでお話あの分類していきました。まず1月上旬なんですけれどもこれは新型コロナの基本的なことですね。臨床像あるいはスーパースペイターあるいはナシア。 といったことそして現地中国の状況というのが、えー、主たる関心事でありました、えー、そして人々感染あるいはなしやあるいはあの政府が決めた発表ですね指定感染症に指定したとかあるいは WHO が、えー、フェイクを出した 事態制限を出したっていうことですねここら辺が大きなテーマになりました。えー、そして、えーまあ、これは、ま、た私が実際に SARS の経験したことをもとに、これからこんなことが起こるかもしれないということをいくつか提示したものであります。まあ、結果として、これはすべて実現して、さらにもっと大きなことになっているというのが実際であります。 さて、えー、2月頃からのテーマっていうのは、えー、何と言ってもダイヤモンド・プリンセス号劇場ですね、えー。船の中からは SNS で発信がどんどん乗客が発信する、えー。岸壁にはテレビカメラが並ぶということで、えー、毎日毎日大きなあ時間がこれに割かれました。えー、そして、えー、初めての国内の人々観戦であるとか、えー、それから、あ 初めての院内クラスターであるとか、そしてスーパースプレッダーの例ですね、イギリスからイギリス人の例とかですね、いうのがテーマになりました。またデマが拡散したということも、この時に大きな問題となって取り上げられました。はい、そして3月上中旬になりますと、オリンピックに対してどうすべきか。 っていうのが、カンカン学学の議論となって、えー、大きな尺を占めていきました。えー、そして、えー、病院のクラスターですね。姫路のクラスター,、えー。これあろうことか、私もちょっと関与している病院で、えー、出てきてしまいました。えー、そして、館船でクラスターができた。ライブハウスでクラスターがでした、えー。そして、三密のという話。 そして PCR という問題につきましては、これはもうずっとですね、今に至るもずっと継続的な非常に息の長く、繰り返し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 取り上げられるテーマとなっていきました。また、大阪大学で開発している DNA ワクチン、これも開発者の森下教授を実際にスタジオに呼んできてということも何度かありました。 はい、えー、そして、えー、3月の中下旬になりますと一、まあ、つは大阪府の対策ですね、えー、つまりずっと感染者を、えー、病棟に、えー、置いておくのではなくて、えー、例えばあ自宅療養であるとかそれからホテル療養であるとかいうふうに分けるというその案が一番最初に出てきたのが大阪府でしたので、えー、大阪府の対策として大きく取り上げられました。 そして五輪に関するカンカンガクワクがますますボルテージ上がってきまして、PCR も同じく、普段のテーマですね。それからエアロゾルという、つまり空気感染のように一見見えるものが実際にあるらしいということになりまして、これが大きく取り上げられました。 えー、そして下旬の大事件は志村健さんが亡くならく番組の半分ぐらいはこの志村けんさん案件で時間が潰れるということになりましてまたそれだけ世間の皆様の注目度が高いそしてこの件をきっかけに世間一般世間が気をつけだしたということが確かにありました。 えー、そしてオーバーシュートという言葉が、が、えー、専門家会議の尾身、えー、先生の口から出てきて、えー、繰り返し報じられる、ねえー、そして厚労省の各都道府県ごとの感染者の試算というものが、えー、もともと伏せられていたんだけれどもそれを大阪府の知事が出したということで、えー、話題になりました。 はい、えー、と今、大地と申し上げたんですけれども、まあ、4月、3月から4月にかけて、えー、まさに時の人ということですね。で、えーまあ、この千里さん、私も実際にかい、えー、このスタジオで5、6回ぐらいはあの一緒にご一緒させていただきました。 えー、それから、えー、実際週刊誌でこうやって、えー、あの取材を受けるんですけども、えー、その掲載誌が送られてきたと、えー、そしたら表紙が、えー、この方だったと、えー、そんなこともありました。はい えー、ということで、えー、まさに大阪府のやることが一挙一投手全部注目されて、大きな、えー、長い時間をかけて報道される。えー、そして、えーまあ、PCR は継続して、えー、主要テーマですね。えー、そして、医療崩壊の可能性。 それから緊急事態宣言というのは必要だと思うんだけどもなかなか出さないということで医師会や各市長がしびれをけらして独自のものを出していったというのもテーマとして大きかった部分です。はい、そししてようやく発令されました そして5月になってきますと、PCR は引き続き、毎回のテーマ、そして都道府県知事と、それから国との関係性のいくつかのトラブルですね、つまり、都道府県の知事がものを決めることになっているのだけれども、実際に決めて動こうとすると、国が待ったをかけるという、大変な事例もございまして、その中で、西村大臣が吉村 知事は感じがしているみたいなことを言い出したので、えー、大炎上したわけですね。えー、というところで、ちょっと私も、えー、これはやっぱりリスクコミュニケーションの上で大変大きな問題だと思いましたので、えー、ちょっと私も番組で西村大臣の発言について厳しく批判をさせていただきました。はいえー、そして治療薬ですね、レムデシビルの認可がありまして、そこから、えー、様々なお薬を、えー、日替わりメニューのように、えー、取り上げていくという流れになりました。 また出口戦略どうしようかという話も、まあ、大阪独自の基準をまず始めましてそちらの方が大きく報じられました、はいえー、とそして、まあ、今現在のテーマなんですけれども、まあ、非常事態宣言の解除そしてその後北九州市であるとかあるいは新宿歌舞伎町の緩り戻しのような 感染の発生ですねですそれから将来第2波に備えて何をすべきなのかとかそれから温度が気温が上がってきましたので熱中症対策との兼ね合いまた何がしかの余裕が出てきますと今度は海外に目を向けることができてきまして南半球のブラジルの感染者像はどんなふうな状況なのかであるとか あるいはドイツにおいて日本の対策は非常に高く評価されているという話題そういった対策の検証といったものが大きなテーマになってきていますさて以上をまとめますと一番最初のあたりはごく一般的なこと基本的な情報が求められていきましたそして感染が日本の 国内で発生して身近になっていけば、直接接する可能性のあるもの、近接性のあるもの、事象に関心が移行しまして、そうなってきますと、過去の関心は忘れられる。例えば、その後、武漢の市場がどうなったのかとか、あるいはダイヤモンドプリンセスがそれもどうなったのかとか、いう話はもう報じられなくなっていくわけです。 えー、ということで、えー、一般世間の関心は現在目の前のことが中心なんですけれども、えー、しかし状況をつきますと将来とか隣国以外の海外も 視野に入り出すというのが流れでしたので将来もまた感染症流行のコミュニケーションにおいてはおそらく世間の関心というのはこういう流れになっていくと思われますのでこういったあたりにフォーカスをしながらうまく世間の関心を注目を引きながら上手にインプットできていけばいいなと考えております一つの参考になれば幸いでございます はいえー、とあとはいくつかの、えー、工夫についてお話をいたします。えー、一つは語呂合わせですね。えー、各いろんな番組がありますけれども、その番組には熱心なファンがついています。えー、ですので、えー、こういった番組の、えー、名前で、えー、語呂合わせを作るということをしますと、スタッフもよく採用してくれますし、えー、実際の視聴者も、えー、印象に残るということであります。 えこれは一番最初の時期ですね。えー、まだあの武漢が中心だったんですけども、えー、耳立てて、休もうしっかり、猫、犬、取り注意、やっぱりマスクで、ニヤニヤになっております。えー、こちら、フレモニと言い,いまして、これはフレッシュモーニング岡山。岡山の住民はフレモニというと、この番組なんですね。えー、普段から普段にレスポンスをすぐできるよう、元を監視、情報アンテナ立てて、にっこり手洗い席へチケット。 えー、そして3密という話が出てきた時にはそれが子どもでも、えー、口ずさめるように、えー、噛み砕きまして「えー、換気が悪い」えー「密集空間」「会話はだめよ」「みんなで感染ストップだ」でこ噛み噛み「噛み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 と、えー、みんなで昭和しましょう」というお話をしました。 また、感染症流行とともに、いろんな差別であるとか、社会不安が起こるんですね。でそういったことも SARS の経験を踏まえまして、実はあの時に私は論文を発表しておりましたので、まあ、自分の論文をこうやってパネルの形にして紹介していって、そして将来こんなことが起こるかもしれないから注意をしましょうという、あらかじめのインプットとして、分けたということができました。 えー、そして今度はあ日本版 CDC ですね、えー。アメリカにもある、えー、台湾にもある、中国にもある、韓国にもある、でも日本にはない CDC、えー。これを、えー、今回作らなければいけないということを、えー、これはいろんな番組で私も視聴させていただきました。えー、そして、えー、流言デマですね。えー、マンデマ退治のようなお話。 えー、そして、えー、特に医療費抑制政策が、えー、大変たたってきていて、今このような時代になっていると、また保健所をたくさん統廃合して、えー、削ってしまったために、今回こんなえらいことになったということで、えー、またあお金だけではなくて、えー、人員の増強で必要なんだということも、えー、強く主張をしております。 はい、えー、ということで、えー、私のお話特にメディアにおける情報発信ということでお話をさせていただきました。 はいえーまあ、ここに映っておりますのはテレビ局の内部ですね、えー、コロナの時代のテレビ局内部、ね、こういったついたてで会議、えー、あるいはそのスタジオに入れる人数も限られてきますので、えー、局までは行ったんだけど、局の中の別室から出るということですね、えー、こんなことも今回、コロナの時代の新しい光景であります。これは社員職場ですね、はい、ということで、あのーえー、本日はご清聴ありがとうございました。